人で初日幕を開けることができました。乾杯。どうでした初日？はい、いやめちゃめちゃ緊張しました。でもね、あのおかげでもう会場が温まりましたよ。でかくなってるハッピーターンが。DVD 買ってくれてありがとう。ありがとうございます。そうでもね、私劇中に名前が出てこないんですけど、編集なんですよ。でも、前撮った方がいい。改めまして服部さや役の庄司結衣です。よろしく。はい、見どころですかね。もう正直ね、全部見どころなんですけど、私はオープニングとあと間に入る曲に乗せてみんなが動くところと、あとカーテンコールをですね、ぜひ何回も見てほしいですね。それぞれのドラマがギュッと凝縮されてるので、もう隅から隅まで何回もリピートして見ていただきたいな。みんなが選んだから、こういうところで点数稼ぐ。あさみやってみたい。はい。どうして笑ってるんですか？見どころ、はい、続きが気になるところ。よっいいよっ、そうですね、よく見ると伏線がいっぱいっていう、回収してみてください。思い出というか、ずっと思ってたことがあって。あ、どうぞどうぞ。そう、なんか、はい、そう、お稽古の最中とか結構みんなゆこちんとか、ゆこちんとか、ゆことか、あ、そうそうとか、あと普通に名前でみんな呼ばれるんですけど、なぜか私演出家さんにあさみって呼ばれて、役名でしか、ゆっことあさみって呼ばれるの。あさみって役名でしか呼ばれないから、すっごいそこに大きな壁を感じていました。あ、大丈夫旦那。リリーブ立ち子大好き中だ、まあ、リハビリ中です、まあ、こう見えてもね、コブラ結構出てる方だから、今までにない現実的な作品なんで、ぜひ。あれ、今の綺麗だと俺は思ってるんだけど、何不満そうだな。そんなことない。不満そうだな。捜査一課課長丸尾役を演じさせていただきます、鈴木純です。はい、ありがとうございます。と今回の作品の見どころとか、はい、あとは役の意気込みなどありましたら教えてください。はい、お座敷小倉さんの作品は前回の WWW の店長役に続いて2度目なんですけれども、店長そして今回の課長と、人の上に立つ役を続けざまにいただいているので、現実の自分とはほど遠いので、部下の皆さんの力を借りつつ、役の間だけは人の迷惑にならないようにお役に立てるように頑張りたいと思います。関係者及び被害者の権利を著しく侵害するものである。警察の目を釣りかけて今回の事件の早期解決に当たってほしい。台本上でですか？はい、そうですね、いつも管理官にやり込められているので、はい、もうちょっと位が上になってですね、はい、管理官を目指すべく励んでいきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。お名前をお願いします。はい、井本武史役の藤本隆之です。はい、ありがとうございます。はい、ランの見どころを教えてください。見どころですか？そうですね、まあすごい簡単に言うと僕の太もも。ですね、あのアップの時なんですけど、お手玉を使ってキャッチボールをしてまして、でそれを一回ロングシュートみたいな感じで蹴ろうとしたら、あ、蹴ったんですよ。蹴ったら稽古場のどうやったって取れないところに入ってしまって、それが主催の伊藤さんのお手玉だったんですよ。すっげー平謝りした思い出がありますね。はい、あれが一番の思い出かな。すごいドキドキするやつですね。もうね、びっくりしました。申し訳なかったです。ありがとうございます。じゃあ最後に、
今回は妹たけしさん、はい、芋虫の役だったんですけど、他のキャラクターで演じてみたい役があれば教えてください。演じてみたい役ですか、はい、そうですね、世界史名作シリーズ第5弾、エジプトの壁画っていうのがあるんですけど、それをですね、カットでお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。サメルさん役の、岡本さんにちょっと見せてこう笑かしたい、笑ってくれなかったんですけど、こうなんかね、笑わせたりとか、小林一成さんとかね、ね、見せてこうブラッシュアップしてもらって、なんかもう一発芸の修行みたいなことを稽古の合間にやっておりました。何の稽古だったの？一発芸やる。あれかな、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 あれ声が遅れて聞こえるよ。え、すごい、すごい、持ってた、全部持ってた、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 これが一発芸です。あ、いや、あれだ、あれ、はい、三姉妹、さなこ、ふゆこ、あきこ、なつこ、4姉妹。あれ、そらちゃんの役って4姉妹ですね。あれ、あれとかも面白いよね。ヤパチさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。終了です。